香港新海大学は香港九龍に本部を置く香港の公立大学である1994年に設置された。現在は公立大学として認定されているものの新海という名称が示す通り、元はミッション系の施設教育機関として設立されたという歴史を持つ。香港ではイギリス法との兼ね合いで1997年まで 私立大学の設立が認められず、最終的に立法局の認可を受けた公立総合大学として存続することになった。大学の前身となった香港新会所員は、香港における教育機関として香港大学に次ぐ歴史を誇り、これまでに中国本土で設立された13のミッション系大学のうち現存している唯一の大学である。当初は、 キリスト教徒に対する中等教育を目的とした教育機関であったが、1972年に香港新海学院と名称を変更後、1983年に実質的な総合大学化するのと同時に、神徒以外にも広く門戸を開くことになった。現在では宗教教育が廃止され、基本的に宗教性は失われているものの、かつての姿を継承する形で、 宗教哲学科が置かれている。中国における公立大学のうち、信頼以外にキリスト教系の宗教哲学を専門とする学科は存在しない。ちなみに、かつては英国の植民地であったのにもかかわらず、この大学を設立したのはアメリカ人の宣教師であった。そもそも、 バプテストは英国において少数派であり、逆にアメリカにおいてプロテスタント系の最大派閥である。ちなみに大学所在地の周辺には現在でもミッション系の初等、中等教育機関が集中している。アジア最高水準の大学がひしめく本本においては目立った存在ではないが、その教育レベルは タイムズハイアーエデュケーション誌では、早稲田大学とほぼ同等の評価を受けている。2010年度の評価では、世界全体で307位に選出された。ちなみに、大学所在地は高級住宅街でもあるため、中産階級向けのリベラルアーツカレッジという側面も、ある。香港新海大学のキャンパスは、基本的に、急流包みに集中しているが、北京主犯大学との共同事業として、 主会誌に文献を開講している。httpww.topuniversities.com university rankings age and university rankings over all httpw.topuniversities.com university 4557香港バプティスト university ありがとうございます。